影の薄さも侮れないな。私もです。きっとユミちゃんだからこそ気づけたんだね。愛だね。愛でござるか。何言ってんのあんたたち。まんまとしてやられたよ。まさか俺に決定打を初めて与えるのか。色物のくせにこれはなかなか効いたよ。この日のために鍛えたと言っても過言ではない上腕二頭筋にさっきの町からここまでの助走の勢いを乗せた拳だからな。私たちですらまだ一撃もダメージを与えていないのにヌマンさんに先を越されるなんて。やっぱり私主人公に向いてないのかな。何十年も待ちわびてようやく手に入れたゲーム機、いや封印体をよくも奪ってくれたね。なんなのこの先。これが怖い。極限まで鍛え抜いたオイラの大胸筋が恐怖に震えている。なんだこの胸の奥底から広がる俺のネガティブエネルギーが中和されていく。それだけじゃない。まさか いきなりどうしたんでしょうか。心と次元がリンクしているので多分お姉ちゃんたちが何かしたんだと思います。次元と一体化していることがここに来てあだとなったか。さすがブランちゃんたち、ナイスタイミングだ。絞りかすと後輩の分際で。逃がしません。私たちも急いで新次元に戻りましょう。お前の冒険の書を消してやるか。仕留める。落ちる。このたまれ。特許を許可していく。にしても私にも。そこですね。あんたなんかに負けないんだから。華麗に決めるわ。小さいからって甘く見ないことね。バルク出発です。さあ何して遊ぶ。相手が悪い。セーフティー解除。よし、いけるわ。オッケー。
た。私は思い出にはならないさ。誰を狙おうかしら。許す。相手が悪い。ここに行くんだね。降りかかった火の粉は華麗に決めるわ。して持たせて正解だったな。そっちはどうだったんですか？追ってきた。クロワールを読んで逃げると思ったら、ここまでずっと走って逃げてきたの。けど見失っちゃった。走って。前にお姉ちゃんたちが調査に行った大穴があるでしょ。そこを塞いでた瓦礫とかを破壊して、それって間違いなくクロちゃんを捕まえたせいだよね。超次元からずっと走って逃げるラスボス、その姿ちょっと見たかったかも。ところでノワールさんたちは。偽物を倒した後、ちょっとうずめが混乱しちゃってね。けど海代のおかげで記憶による誤解は解けたわ。誤解って？どうも憎しみに染まったせいで全部悪い方向に思い込んでいるみたいなのよ。でも気持ちを整理して思い出してみると、うずめは世界を憎んでなんかいなかったし。その話を聞いて、あ、心配かけたな。ギアッギアッチが見つけた壊れたレポートがあっただろう。あれこそうずめが封印される前の出来事を、きっとうずめの記憶にあるプラネティウムをモデルに世界が作られた際に。俺からも礼を言わせてくれ。な、何これ。あいつとうとうやりやがったな。どういうことなの。クロちゃん説明して。俺がお前に捕まった次元があるだろ。その次元で手に入れた女神の力をあいつに渡してたんだよ。あの力はすごいぜ。なんてったって次元に干渉する力を持ってるんだ。この次元を移動させるのだって、そいつの力をちょっと使っただけでできちまうんだ。ただし強力すぎて力に飲み込めれちまうから、使うなら復活してからにしろって言ったんだが。次元融合を加速させるつもりか。ここまで来ちゃもう止められないぜ。久しぶりの面白い歴史が見られるってもんだ。なら早く暗黒橋黒目のところに行かなきゃ。けど行ってどうするのよ。倒して解決できる相手じゃないのよ。憎悪の塊となっている以上。いや、俺に考えがある。この体に傷をつけてみろ。殺すぞ。
た。終わらせましょう。攻めますわ。よろしくて。私のターン。私のターンね。誰にしようかしら。冒険の書を消してやる。華麗に決めるわ。相手が悪かったわね。よし撃破。すげえ。